サターンアイオンはアメリカの自動車メーカーゼネラルモーターズが製造しサターンブランドで2004年から2006年まで販売していた自動車であるアイオンは小型車としてヒットした S シリーズの後継車種として2004年に登場したシボレイコバルトと同様にデルタプラットフォームを採用しているラインナップは先代から引き続きにプラス2ドアクーペのクワットクーペ セダンとなっており、ステーションワゴンは北米市場ではニーズが少ないためラインナップ落ちしている。先代の S シリーズでは、サイ 1C と DOHC をラインナップしていたが、このアイオンでは DOHC エコテックエンジンのみのラインナップとなる。クーペモデルには S シリーズと同様に観音開きのドアを採用している。マニュアルトランスミッションはドイツのゲトラグ製で、 スポーツモデルの性格が与えられていたが、エンジン出力は 140HP にとどまっていた。しかし2004年には、レカロシート、専用スポイラー、専用設計のサスペンションを装備した、レッドラインをリリース。本モデルにはターボチャージャーが装備されており、最高出力 205HP を叩き出し、スポーツコンパクトモデルとして消化することとなる。2005年にマイナーチェンジが行われ、 エキュの改良とエンジンノイズ低減のためのエンジンカバーを装着。2006年にもマイナーチェンジを行い、2.24リットル 170HP のエコテックエンジンを搭載したモデルがラインナップに追加された。なお、アイオンは2006年限りで生産を終了。後継車種にはオペルアストラをサターン向けにリデザインしたサターンアストラが当てられることになる。2010年以降、 アメリカ道路交通安全局は、アイオンのパワーステアリングの不具合により、衝突事故が発生しているとして、調査を実施していたが、2014年に発生した、ゼネラルモーターズ大規模リコールにおいて、原因となったイグニッションの他パワーステアリング機構も、対象に含まれたことから調査は終了している。米当局が、GM、サターンアイオン調査打ち切り、リコール受け。ロイター。 h t t p ロイタ t e r c o m アーティクルビジネスニュースエジトジャ 3-01H20144212014 年4月22日閲覧ありがとうございます